はい、こんにちは。パーカーショーの高文です。今回はヒールトゥー奏法とスプリット奏法は根本的に同じですというテーマで話していきます。はい、結論以上なんですけれども、この話がどういった方の役に立つかというとですね、ハンドパーカッションでとにかくこういろいろな楽器をやりたい、いろんな楽器を演奏したいという方、例えばコンガだけではなくてダラブッカもウドゥーもカホンも、まあ、いろいろやりたいよという方には特に有益な話だと思います。で、技術的にはですね、結構上級者向けの内容なんですけれども、初級中級との段階の方が聞いても、この話をね、知っているだけで後々の自身のハンドパーカッションのレベルアップにつながると思いますので、ご興味ありましたらぜひ最後まで聞いていってください。はい、もう結論は出てますので、とりあえずやってみます。今回僕分かりやすいのでカホンでやりますけれども、どんなハンドパーカッションでも同じです。あなたがやっているハンドパーカッションに置き換えて聞いてください。はい、ではまずはヒール2からやってみます。ヒール2、ヒール2と手のひらで交互に打つのがヒール2ですね。で、これをこのままスプリットハンドに移行します。人差し指と3本指が当たるのがスプリットハンドで、さらに細かく指1本1本で当てます。これがスプリットフィンガーですね。はい。はい。勘のいい人であればですね、もう今のを見ただけで、ああ、なるほどと思ったと思うんですけども、ああ、なるほどとならなかった人のためにこれから解説をしていきます。はい。わかりやすくするために、すべて同じポジションで叩いてみたいと思います。で、僕の腕のね、このあたり、この辺に注目して見ていただけるといいかなと思います。はい。まずヒール2からいきます。ヒール2、ヒール2。はい、こんな感じですね。ヒール2、ヒール2と。で、ここからスプリットハンドになります。はい、これがスプリットハンド。人差し3本指、人差し3本指、人差し3本指。はい。で、さらに細かくスプリットフィンガーいきます。はい、いかがでしょうか。あ、要はこのあたり。腕の動きがもう全部一緒なんですね。で、どういう動きかっていうと、こういったような動きを今ずっとやってたわけですね。はい。この肘から先、前腕部分と言いますけれども、この前腕をね、こう回す動きというか、パタパタさせるような動きです。これは日常生活で言うと、ドアノブを回したり、鍵を開け閉めしたり、瓶の蓋をね、開けたり閉めたりするような動きに近い動きなんですけれども、まあ、これをずっとやっているのがヒール2になったり、スプリットハンドになったり、スプリットフィンガーになったりしているっていう話なんです。で、演奏している時の感覚としても、僕はですね、もう限りなく楽にくるくる、パタパタ、ゆらゆらって感じで揺らしている状態で、あとは最後この手首から先、手の部分だったり指の部分、どの部分がこの楽器の座面に当たるのかという違いだけなんですね。ヒール2だったら手のひらが当たってるし、スプリットハンドだったら指、人差し指と3本指が当たってるし、フィンガーだったら指1本1本が当たっているというふうになります。なので、こうずっとね、回しながら、この手のどの部分に意識を向けるのかっていう違いになります。僕の言葉で言うと、手の重心をどこに考えるのかと。言ったりしておりますけれども、要はこの辺りを重心として考えれば、こうしっかりと手のひらで発音することができるみたいなね。細かいヒールトゥーの奏法だったりスプリットの奏法っていうのはですね、もうかなり詳しい解説動画を出しておりますので、見てない方は概要欄から見ていただきたいんですけども、まあ要は同じだよっていうかね、もう全部つながっているよっていう話なんですね。で、僕は一番重要だなと考えていることが、これやっぱ手をね、固めないっていうことなんですよ。こう手をね、ピーンと張ったり、こうね、ギュッと揃えたりとか、こう指の型を作るみたいな形でね、形を作る。こうね、硬い状態になってしまうと、こう一個一個のテクニックがそれぞれバラバラに感じてしまう。全部がこう繋がってるなっていう意識がなかなか持てないんですね。例えばこう、
ヒール2を、まあ、しっかり鳴らしたいぜと言うからといって、この手をね硬い状態っていうか、こうパキ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 みたいな感覚でやってしまうと、え、これが、え、これスプリットとどう同じなのみたいなね、なかなかこうつながってる意識になりにくいと。なんで、まあ理想的にはですね、やっぱこの手っていうか腕っていうか、基本的にはもう常に抜いている状態、ゆるゆるの状態、ぐにゃぐにゃの状態にして、特にこの手首から先はですね、もうアメーバ状というかスライム状というかね、もう何にでも変形できるような状態にしておいて、動きのメインは腕だったり肩だったりで作って、最終的にこの座面に当たるときに変形させる、それぞれ出したい音色だったり双方の形に、その時にヒュッ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 と変形させるような状態にしておくのがいいんじゃないかなと思います。あ、まあ、つまりね、こうあらかじめ手の形を作ってえいってやるのではなくて、基本的にグニャグニャなんだけど、そのインパクトの瞬間に初めてその形になるというふうにやるのが理想かなと思います。はい、で今回のヒール2やスプリットという一個一個のテクニックに限らずですね、ハンドパーカッションっていう広いカテゴリーで考えたときに、例えばコンガやボンゴといったラテン系のパーカッションをやってる人、ラテン系から入った人はもうズバリ言いますけども、ダラブッカとかね、フレームドラムっていうオリエンタル系のパーカッション苦手だと思うんですよ。はい、なんでわかんのと思ったと思うんですけども、何を隠そう、僕がずっとそうだったからですね。僕ラテン系から入ったんですけれども、長らくねダラブッカとかなかなか上手くならなかったっていうかね、どうやってやってんだろうって思ってたんですね。逆にダラブッカとかね、フレームドラム、オリエンタル系から入った人、指系から入った人はコンガとかむちゃくちゃ苦手だと思うんですよ。なんでこんなならないんだろうって思ってると思うんですね。ただ今回のような話が理解できる、つまりコンガのヒール2の奏法っていうのは、ダラブッカでいうスプリットの奏法と、あ、これ根本的には本質的には同じだわっていうことに気がつけるかどうか、これ本質的に同じだっていう見方ができるとね、もう一気にこう視界が開けるっていうか、ブレイクスルーが起きるんですね。で、練習する時間も短縮できますし、これ何よりね、パーカッションをやる、演奏するのが楽しくなりますっていうのが今回言いたいことなんですね。はい、というわけでね、そんな本質的なパーカッション情報を発信しているのが当チャンネルでございますというオチでした。はい、ので今後とも要チェック、シェアなどよろしくお願いします。他にも動画がたくさんありますので、概要欄の再生リストからチェックしてみてください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションワークショップもやってますので、チャンネル登録してぜひ参加してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。